この人それ撮ってもしゃあないよいらんことない。いやいや、前振りで使うんですよね色違うっすね。でしょ全然違うよ。えらい違うっすね。こんにちは。はい、こんにちは。はい、こんにちは。お世話になります。はいです。はい、今回はお客さんの車で1台エンジンがまた修理依頼来たということで、なんと今回は S2000 のエンジン F20C のエンジンの修理ということで。まあ前振りなんで、はい。なんかすっごい問題を抱えてるって聞いたんですけど、ちょっとまあ経緯から。どんな感じでちょっと入庫してきたんかからちょっと教えてもらえたら。ガラガラと。ガラガラ、カタカタガラガラ、カタカタ、音が出だして、うん、まあ入庫しました。なるほど。これなんか聞いたところ、あのオーナーさん曰く普通のノーマルエンジンじゃなくて、じゃないねこれは、うん、あの他のショップさんのコンプリートエンジンだったっていう話を聞きました。そうっすね。はい、動画を撮らせてもらいたいと思います。はい、お願いします。はい。というわけで実際いきなりなんですけど、何が悪かったんですか。エンジンダメです。どういうことですか。それは分かったんですけど、うん、まあ、まずは、はい、一番シリンダー、うん、あ、うん、それは後回ししようかな、うん、っていうかもうこれ動画見よる人はもうあれって気づくんじゃない。まあもうこのクランクを見た時点でねえ、はい、なんだこれはって感じ、ね、ってなるんですよ。そう、僕もさっきぬってなりました、ね、うん、いやもうね、まあ、こう見たら分かりやすいかな、はい、ね、そう、まあこの辺はね、まあ、黒髪、ヤンキーになってきたやんびっくりしたやん。なんでこんなことが起こるんですか。まあおそらくクランク吹っ飛んじゃないかな、うん、あ、うん、まあ歪んどったのか歪んだのか、それはまあまあうずちじゃ分からんけどね。分からん、それは分からん、経緯は分かんないですけど、えぐいことになったよね。そうですね、真っ黒よこれ。だってこれ DLC 加工したみたいになってるもん。いやだってこんな見たことないですよ。そうや、ないないないこれ。やばいですね。これやっぱオイルが焼けて、そうやね、色がついちゃったっていうやつ。うん、うん、いやこれだけでもアウトやね。もうこの時点でですよね、シールというかね、だっけベアリング、うん、メタルね、メタルベアリング、うん、全部ダメだし、メタルもね、まあやっぱ同じように、まあ、1番、2番、3番、4番ね、うんうん、あっち黒くなったのがこっちが黄、はい、ね、もうメタルもね、やっぱ徐々にこういう色がおかしくなっていったよね。あ、なるほど。そう、もうこの時点でも結構重症です。ダメダメダメでしょ、うん、アウトよ。もう一個はシリンダー。そうやね、ちょっとクランク見ようか、はい、よっこいしょ、さよならして、はい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 、でクランクが曲がっとったらこうなりますよっていうこと、うん、これはもうどうしようもない ねで、ちょっとさあ、はい、本当はまあどっちがメインかな、こっちがメインの話になってくるんかな、うん、さあ一番シリンダー、はい、ドン、これはやばいですねピストン持ってこうは、はい、じゃあ綺麗です。反対側、すごいな。佐々木さん、これオアップしたんですか。87回純正86プラスアルファぐらい、うん、これが、まあ、この子こうやって入っとったんやけど、スカまあまあガジガジよね。すごいっすね、うん、ちょっと電気だ。いや、スカートいやいやいや、まだよ。え、まだ見よってよ。あ、え、くる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 、おスカートどころじゃないぞ。こバリが、はいはいはい、ガリガリになった。ガリガリですね。こんなひどいのなかなか見たことない。いやこれはひどいね。一番ピストン固着しとるしね。いやもう言ったらバリで、はいはいはい、リングが動かん、トップが87パイが入っとったね。うんうんうん、まあ、うちらだいたい
まあ、1ミリオーバーサイズよりも、まあ、0.5 オーバーサイズで、うん、まあ、その後何かあってもいいようにコンマ5は残すっていうことはブロックダメなんですか。ブロックダメ、これ使えん、うん、わホワイトはもうほとんど使えるとこない。ないもうヘッドだけはない。マジでクランプダメやろ、うん、でこの辺 の, その焼けたところのコンロとかも使えんやん。使いたくないやん、うんうん、使いたくない。絶対で嫌やけん。ブロック新品にしないか。はい、20万クランクが10万、コンロットが何だったっけ、7万ぐらい、4本いや、1本1万のあんまりなかったかな。ああ、うん、結構きついですね。いや、これは痛いんじゃない、うん、もう本人し、もう下向いとるよ、ずっと。でしょ、なんかオーナーさんがね、結構あのほんまに綺麗な、うん、ね、かっこいい S2000 乗りよって、そう、ね、すごい大事にされとったけど、なぜこれが歪んだか。ああ、そうですね、うん、もしくは、うん、新品クランクではなくてブローしたエンジンのクランクを使って中古クランク、うん、ダメな、例えばコンロットが突き抜けたやつとか。うわ、考えたくないっすよ。こちらなんかでもね、まあ、オーバーホールするときにいちいち、まあ、確かにクランクは、ね、曲がりをこう測ったらしてないよ、うんうんうん、でもそれはもともとその人が使うとエンジンをバラして組むけん。あ、なるほど、正常な状態のやつを使う。あ、そう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 。他のエンジンから、ね、取ってきて使うとか、うん、言ったらまた別の話、うん、なぜこれも87したのかわからんもん。そうですね、それすらわからん。そうですね、うん、まあまあそれはね、いろいろ、まあ、お店のやり方があるけん、うんうんうん、構いせんねんけど。でね、まあ、いや、それやるとっか。ふくりがあったな、今。まあでもエンジン屋さん的には許せん部分結構多いでしょ。ある、うん、まだ他にもあったんや。なんでこここうやってやってないの、あっていう。やってないのっていうところがありますか。そう、こうしてるのじゃなくて、うん、なんでやってないの、そこ大事でしょっていうところ。そうなんですか。そう、でも田崎さん、あれですよね、 F20C とか V ってこう触ったことないって言ったじゃないですか、うん、それでも足りてないよっていう。星下も一緒よ、V テックは。関係ないですか、うん、V テックはもうヘッドやん。ヘッドだけですか、うんうん、それでもそう、何やってんのみたいな。もう田崎さんおこですね。いや、プンプン丸よ。いやー、これは何とかしてあげたいけど、そこまで来たらうわってなる。いや、できんな、もうドライショーもしてあげない。まあでもオーナーさんのためにも何とか復活できれば、うんうん、今回はちょっとまあ、こんな感じの事例があったんで紹介させてもらいましたけど、ね、オーナーさんにはぜひまた S2000 乗ってもらいたいんで。ほんとね、それはね、はい、当然ね、乗ってもらいたいね。僕も前 S2000 乗り寄ったけん、すごく気持ちがわかるっす。すごいね、ありえんわ、ほんまに。見たくない、蓋するよ、うん、はい。もう新しい歴史を刻んでいきましょう。もう使えるの、このブロック。やっぱこういう事例を見てショップ選びはちゃんとしようって思います。普通見そったらこんなことならんの、うん、あとごくごく当たり前のことをね、うんうん、ただね、そのやっぱなんかせこたらしい考え持ったらアウトや。あー、うん、あれですね、ヘッドはもう全然いけちゃうんですよ。あのね、いや、そのもうざっとしか見てないヘッドまだ。そうなんですか。ブロックでもげんなりやけん。あー、もう見る気せんな。そんなこと言うと田崎さん、ヘッドの削り方これなんぞとかって言い出すんじゃないですか。削ってない。あ、削ってないんすか。ポートやろ。ポートポート、してないんじゃない。あ、それは見てないって、本当に。え、普通コンプリートエンジンってポートいじってもんじゃないですか。いやー、そういうイメージやけど、どうなんやろう。それはやっぱ店だけのやり方と、うん、だと、なんだ、まあ金銭的な話じゃないかな、コストね、うん、うんうんうん、これが1000万でそういうともバリバリやるね、うん、あ、そうですね、うん、まあ、そこはなんともちょっと言えんわね。ただね、ピストンを聞いとったらしい。まあでもヘッドカバーだね。え、ヘッドカバーでわかる。わかります、一発です。そうなの。 S2000 のあのコンプリートエンジンはヘッドカバーの色でわかります。そうなの、全部わかります。あの、向こうはあるけど、取ったらいかんよ。じゃあ僕、あのヘッドカバーのとこはモザイクかけときますわ。僕の、あの道楽物のガレージライフのアイコンバーンって貼ってた。いや、それがええ、それがええ、うん、うわ、さすがにね、お店の邪魔したらいかんけ。いや、まあね、何が原因やとかわからんけんね。そのもともと歪んどったんか、それとも歪んだのか、ね、でもお客さんの乗り方一つもよるし、うん、必ずもお店が悪いとは言えんけど、うんうんうん、
でもちょっとしこりは残るな。そうですね。けどまあお客さんのためにぜひ腕を振るっていただけたらと思いますので。はい、了解です。はい、よろしくお願いします。お茶を。はい、それでは、今後またよろしくお願いします。はい、まあでもちょっとこれ長期やね。そうですね。うん、また復活した時はちょっと見せてください。そうやね、うん、流したところで、ね、それを見た人がね、そうですね、Sニオ追加始まるぞって思わんように、うん、そうですね、これあのSニオちょっと単品で、うん、はい、長期になりそうなので、長期になりそうな、はい、というわけで、またお会いしましょう。はい、それではバイ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 。